今月6日からの春の全国交通安全運動を前に、今日自転車の安全運転を呼びかけるイベントが渋谷区で開かれました。このイベントは警視庁渋谷署など区内3つの警察署が開いたものです。イベントには俳優の鶴見慎吾さんや競輪の石井裕子選手たちが参加。仕事に行くときはほとんど自転車を使うという鶴見さんは、ルールやマナーを守ることで快適に自転車に乗れると呼びかけました。便利な分だけね、やはりついつい安易にね信号をこう守らない人が多かったり、逆走してしまったりとかね、はい、そういうのがなければね、もっと快適に自転車が乗れるとね日頃思っております。警視庁によりますと、都内の交通事故のうちおよそ4割が自転車が関係する事故だということで、鶴見さんたちは安全運転を呼びかけていました。